熱海市の土石流災害で大きな被害が出た伊豆山港で県による海中調査が行われました。伊豆山港には大量の土砂が流れ込み、伊勢エビやアワビなどの漁に影響が出ています。このため県は海中の被害状況を確認するため地元のダイバーに依頼し、伊豆山港周辺の海中6カ所を調査しました。水中映像を見ると土石流から3ヶ月が経過していますが、いまだ海中は土砂の影響で濁ったままです。今が収穫時期の伊勢エビが餌とする海藻にも土砂が溜まってしまっています。また中には茶碗のようなものや潰れた鍋が沈んでいました。県は来月末まで調査を続ける予定です。